え、カレン、みかんダメなの？今年もふわふわ祭りの季節ね、盛り上がるといいね。なんなの、だからふわふわ祭りってふわふわするお祭りなの？いやー嬉しいな、今日は僕の誕生日なんだ。本当に嬉しいな。いつもと変わらない草だけど。おや、ゆうなくん、牧場はどうだい？いやー、まあぼちぼちですね。まあ少しずつ軌道には乗ってきてますけど。ふわふわ祭りには羊だけじゃなくてアルパカやアンゴラウサギも出場できるんだ。あ、そういうことか。ウサギとか羊とか、あとはアルパカとかね。はいはいはい。じゃあさ、うちのアンゴラウサギは？スポンジは？おはよう、ゆうなさん。明日はふわふわ祭りをするんじゃ。じいじの片身牧場の大人の羊、アルパカ、アンゴラウサギを出場させてみんかね。やったら、スポンジの出番だ。エントリーズで。それじゃあどの動物を出場させるか決めてくれんか。大人の動物なら何でもいいんじゃが、妊娠中の動物はダメじゃよ。そっか、スポンジ。あ、でもスポンジまだハート2つだ。え、いけんのかな。でも一応スポンジ出してみようか。わかったよ。それじゃそのスポンジを連れていくよ。スポンジ、また明日会おう。初めてのふわふわ祭り。あ、羊。お姉ちゃんのところの動物も出るんだよね。目を応援してるからね。優勝できるといいですね。私も祈ってますよ。ゆうなさんの牧場の動物も出るんでしょ。優勝できるといいわね。え、やっぱりアルパカも出れるじゃん。うちのアルパカ出したかった。モフリン、あなたの牧場の動物ならきっと優勝間違いなしね。だってハードル上げていく。ゆうなさんの牧場の動物が出るんだって、すっげーな。君のところの動物は優しそうな顔してるね。お前のところの動物はいい顔つきをしてるような。本当に牧場じゃないから無理だろうけど。どんだけモフモフかってことでしょ。これでちょっと丸みを整える。よし、いい子だいい子だ。スポンジはね、ブラッシングできないけど。はい、ツヤを出していいんじゃない。今日は一段とスポンジまん丸で綺麗だよ。もうそろそろ優勝動物を決めようと思うんじゃが、審査を始めてもいいかの。審査をよろしくお願いします。メギさん、あんたんちの馬は預かってる。そこをちょっと考えてくださいよ。それじゃあ始めるとしよう。頼む。どの動物もふわふわしていて、ふわふわ祭りはすごく盛り上がった。ふわふわ祭りは終了しました。嘘、見えへんの？参加しても。エントリーした動物は係の者がお家に責任を持って送り届けますので、持ち主の方はそのままお帰りください。ふわふわ祭りは終了しました。はい。え、結果は？結果どうしたの？結果残念ちゃったの。また来年に向けて頑張って育てておくれ。はっ、あかんかった。スポンジ帰ってきた。いい子だ。お前が一番可愛いよ。大丈夫だ、自信を持ちなさい。お、イベント。こんにちは、ゆうなさん。牧場頑張ってる？うん、そう、それは何よりね。あ、そういえばドクターがゆうなさんに渡したいものがあるって言ってたわよ。ぎく、またですか？なんだろう。心配しなくても、今度はまともなものなのよ。私も欲しいなって思ってたの。え？なにそれ？プレゼント。ドクター？話は聞きました。なんですか？いや、ゆうなくん待ってたよ。今日は君にとっておきのものをあげようと思ってね。今まで僕は診察の傍ら、新薬の研究に力を入れてきたんだけど、最近はこれについてずっと研究してるんだよ。医療とはまた少し違うんだが、都会の人たちの間ではすでにかなり評判のようだよ。都会の人たちの間で評判だから、ミネラルタウンの人たちにもぜひ知ってもらいたいんだ。はい。それで誰か試しに使ってほしいと思ってね。スマホ？
ここはやっぱり日頃一番よく働いてるユーナ君に頼みたいなと。はあ、なんかすごい楽になる道具？これはマイナスイオングッズといってリラックス効果があるらしい。アロマが匂うやつこれ。人はマイナスイオンを浴びると精神が落ち着いていつもよりリラックスできるんだそうだ。それってなんか都市伝説っぽいね。話なかったっけ？例えば森林浴をするとすがすがしい気分になったりするだろ。あれも森林ではマイナスイオンが多く発生してるからなんだそうだよ。喜んでくれて嬉しいよ。病は気からとも言われてるくらいだ。それほど心というものは体と深いつながりを持っている。どんなことも溜め込まずに気分よく生きるのが最高の治療法かもしれないって僕は思い始めてるんだ。もちろん例えばリリアさんみたいに先天的に病を抱えてる人たちもいるからね。そういう人たちのためにも僕はこれからも医学を研究し続けるつもりではあるんだけど。さすがかっこいい。え、いつも患者さんのことを考えてるってすごいって。いや僕は一緒だからね。そりゃ当然だよ。でもそうだな、この年になると面と向かって褒められることなんてもうあまりないからか、改めてそう言ってもらえるのはなんだくすぐったいな。ありがとう。素直で可愛い。これからもお互い頑張ろう。何か成果が出たら教えてくれ。あ、ユーナ、僕たちが咲かせたお花が今の季節になるとここで咲くようになったみたいなの。おお。僕もさっき調べてみて分かったことなの。不思議なの。他のコロボックルにも知らせてくるの。カーターさんは面白い人だよ。見た目は神父さんなんだけど全然神父らしいことをしないんだよ。それそんなこと言っていいの逆に。でお薬を買っていく。チカラデールと疲れトール。これを何個くらい買えばいいんだろう。はい、ということでね、温泉に浸かって体力も回復、疲労も回復したところで掘っていきたいと思います。すぐにはしごがありますように。このね、初手ね、すぐはしごが出るかにも結構かかってる。こい、起きた。いいね、いいぞ。わりかし早い。だいたい仕事終わった後に潜りに来て、ただね、最近畑仕事、お、いいね。地下2階調子いいぞ。で地下3階、地下3階からがね、本当にあの岩が多くなるので銀が取れるようになるから、これはいいよね。鉱石を貯めてっていうことが多かった。おー、いいね。え、早っ。地下4階で松茸ご飯も持ってきてるから、お弁当。うわー、これはなんかなさそうじゃない。人は出なくて、あ、来た。うわ、よかった。下へ参ります。地下5階。お、地下5階、地下5階も広いね。広いよ。ちょっと待って、ワンチャンで一回ここ空いてるんで、横にこう一直線掘ってみましょう。このね、掘れるエリア掘ってみて、あった場合はまあ下に、おーっと、ラッキーラッキー、見てこれ、え、超ラッキー。地下6階、まだ薬は全然持っている。いいですぞ、いいですぞ。なるべくね、お、金じゃない、金取れてない、いいね、金来ましたぞ。これね、レベルアップさせるときに使いますんでね、金ありがたい。掘ったらここじゃ、まあとりあえずいつものやつ行く。こっちから行こうか。あ、来た。やばくない、この引き一発だぞ。え、でも255回層くらいまであるんでしょ。まあ、300回層くらいまであるのかな。おっと、またまた忖度されてる。ご飯を食べていく。
この、おっと、あった！よし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 、今。地下9階。そうそうそう。金。お！ミスリルか？ミスリルだ。いや、テンション上がるね。いいぞ。乗ってる乗ってる。これってどれくらい回復するんだろう？体力回復。ちょっと待って、使ってみる？あ、3つ？なるほど。じゃあ、カレーライスと同じ効果かな。こう、おっと、オッケー！地下10階行きましたよ。うわ、広い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 。ちょっと待って。めちゃくちゃ広いぞ。見てもいい？うわ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 、広っ。3つくらいのフロア分あるね。お、なんだ、あ、オリハルコン来た。ついにオリハルコンゲット。あ、これはさ、草競馬の景品で私はちょっと持ってるアダマンタイト。ちょっとやば、興奮が隠せない。うーわ、これどうなるの？ 10 階層からまたがっつり広くなる感じだなぁ。お、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 え？え？え、なんだこれ？てかこれってさ、空気読んでくれる系？おっと、いける。いけるとこまで行こう。ちょっと20階が見えてきたぞ。15回。体力ですよ、体力。あ、あ、ちょ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 、もう ?10 回そう。おっと、OK。17回。これマジでさ、あれだからね、一発だからね、これ。マジ奇跡じゃない？何日か、試さなきゃいけないと思ったけど。多分次こんな風にはいかないだろうな。多分疲れると思うからさ、普通に。20階来た！広ー！やっぱり10階層ごとにすごい広い。よし。地下21階。入って地下24階まで落ちた。うー、すごい。あ、そういうこと。落とし穴もうまいこと引いていけ的な。いよいよもう薬を捨てねばならないくらいの圧迫加減になってきましたね。あ、来た、早っ。でもこの草を食べながらさ、待てよ。待て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 。あった。30回来た。で、では、特製松茸ご飯いただきます。お？落とし穴。何回まで落ちる？ 31 回。よし！ありがたい！落とし穴ありがたい。どんどん落としてください。はってなる。なんか忘れた頃に落とし穴やってくるから。あ！と言ったらまた、すごい！落とし穴引きまくってる。35回！終わりの鐘が近づいてきてる。ラスト。ラスト松茸ご飯いただきます。お、穴！ 40 回来た！ 41 回！ 2階層落ちた！あれ？あー、もうこれで！あと一掘り。あと一掘り、あと一掘り。あれ、待って待ってよ、今これで出る？マジかよ。42回。もう、もう、ユーナのライフはもう、ゼロよ。最後に、記念の一掘り。
で、最後にここラスト、ラストいきます。ラストここハンマー、オッケー。うわ、なんも出えへん。終了。ユーナのカチンコタンコオフチャレンジ、いった結果42回。いや、ちょっといかがでしたか。途中、まあこの薬スカレトールを捨てて鉱石を取ればよかったんじゃないかっていう意見はあるかもしんないんだけど、まあそれはまた次回に使うということで、今回は何階層までいけるか、まあ、集中してね掘ってみた。したら結果42階層、初めての落とし穴、そして初めての鉱石がたくさん出てきたね。出荷額が鉱石のがそれぞれいかほどなのかちょっと見ていきたいと思います。オリハルコンは50ゴールド、金が25ゴールド、アダマンダイトが50ゴールド、ミスリルが40ゴールドですね。楽しかったー、またやろう。また今日こそはみたいな日を作って潜っていこうかなと思っております。ではまた、よかったらね、初めての42階層到達にグッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次の配信、また次の動画でお会いしましょう。ゆうなでした。バイニャン。